一つ一つの行動に意味を見出して、しっかりとその一つ一つに目的を持つことによって、大変だな嫌だなと思っていた価値のある時間に変えることができます。はい、皆さんこんにちは、かんちゃん住職です。突然ですけれども、皆様にご質問させていただきます。あなたのお仕事は何ですかと聞かれたら、あなたは何と答えられますか？例えばバスの運転手、お医者さん、教師、あるいは学生とか、私だったら僧侶とか住職など、職業とか自分の立場を答えられるという方がほとんどだと思いますが、この職業という視点から仕事の目的という視点に見方を変えるとどうなるでしょうか？あなたは何でその仕事をされてますか？その目的を教えてください、聞かれたら何と答えられますか？これね、すぐ答えられる人は立派な人だと思います。バスの運転手さんなら人を目的の場所に届ける仕事、お医者さんなら人の健康を助ける仕事、教師なら子供に生きる知恵と生きる術を教える仕事、学生さんだったら、立派な大人になるために今頑張って勉強していますというふうに、仕事の意味を答えると自分が今やっている目的が何であるかに気がつけると思います。仕事の目的は何ですかと聞いて、お金を稼ぎたい、お金持ちになって安定した暮らしがしたいというのはよく耳にするセリフです。これもちゃんとした目的のように聞こえるんですが、お金持ちになりたいというのは目的ではなくて手段ですよね。そのお金を持って何をしたいのかを、ここを定めるのが目的になります。家族を不自由なく養って幸せにしたいとか、自分の夢を叶えるためとか、そこにはお金持ちになりたいという理由がいろいろあると思います。どんな些細な仕事でも目的を考えて行動すると使命感や幸福度が上がるという研究結果もございます。目指すべき目的というゴールがないと、進む方向は正しいのか、あるいは間違っているのか、自分の中では分からなくなっちゃいますよね。逆に目的はしっかり定まっているからこそ、その目的というゴールに向かって頑張ってやり抜こう、そんな意欲が湧いてくるもんです。生きる気力も湧いてきます。そして余計なストレスも感じないで済みます。ということは、目的がしっかりと明確でないと自分の行動がブレてしまいます。目的がはっきりしているからこそ、人の意見に引っ張られることなく自分の行動がブレなくなります。人の意見ではなくて、自分はどうしたいのか、なぜこの仕事をやっているのかという目的を持つことで、あなたらしい幸せな人生を歩めるようになります。普段何気なく行っている、漠然と行っているその食事、お風呂、睡眠にしても、しっかりと意味を持たせるんです。あなたは毎日当たり前のようにご飯を食べて、お風呂に入って、ベッドに入って寝てますよね。このいつもやっている何気ない行動に意識をしっかりと置くようにすると、どうなるかというと、何気なくこうご飯を済ませてるのではなくて、今から美味しいご飯が食べられる、嬉しい、ありがたいな、意図的に喜びをします。翌朝パッと目が覚めて、毎日の通勤でもこうやって電車に乗り継いで歩いて職場に向かうのは大変だなと思うのじゃなくて、歩けばいい運動にもなるし、電車で移動するときにはしっかりと自分が勉強する時間確保されている、こうやって一つ一つの行動に意味を見出して、しっかりとその一つ一つに目的を持つことによって、大変だな嫌だなと思っていた通勤も価値のある時間に変えることができます。ぜひやってみてください。ということで、今日のお話はここまでです。自分がやっている仕事に目的を持つことで、使命感や幸福感を感じることができます。そして普段行っている何気ないことに意識的になることで、自分にとって価値ある時間となり、感謝の日々が送れるようになるというお話をさせていただきました。それでは最後に、皆様の幸せを祈って、お題目をご一緒にお唱えいたしましょう。ナムミョホレンニェキョー